てくれるという手紙だったのですが。拝見します。今度は何です？そんなつまらない話を誰から聞いたんですか？言い伝えです、単なる。その言い伝えが大嫌いなんですよ。席を侮辱されている気がして。耳にした時には俺も驚きました。そんな話を思いついた者はよほど席を恨んでいるに違いない。
真偽を証明するつもりなら当のアマテラス様にでも尋ねるしかないですね。あなたが生まれ育ったあの天女島では古くからずっとアマテラスを祀ってきた。気になるのはもちろん理解できます。ですがそんな尊いアマテラス様が誰かに殺されたなどと白のあなたにとっても不名誉では。席は長く疎まれてきました。そろそろお命を注がせてください。つまらぬ言い伝えなど忘れてしまうことです。では今日も元気で配達に行ってきてください。触れたりしないから、怪我したりしないから、見ているだけにするから。先ほど王力から使いが来た。オサの息子ナグサが挨拶に来たいそうだ。
どうして僕がいると分かったの？手紙、今日はあった？そう、お疲れ様。本当は夜がいいけど、でも昼間も綺麗だから行こう。だよ。ただ馬車から降りて少しだけ歩くんだ。大丈夫？着いたよ。
沈んでいるのは黄泉の者の将だよ。太陽の糧にすると決まったのは最近のことだから、それまではここに。黄泉の者の将は天の御柱にできず、長く使い道なく、ただ打ち捨てられていた。僕はここが綺麗で大好きなんだ。この島の人たちは色の種類や章が澄んでいたり濁っていたりで価値を判断するけど、僕には全部美しく見えるから。水の中に入ってみたら、海の水よりずっと冷たくて驚くよ。だから言ったのに。山の湧き水も一緒に流れてきているせいかな。真夏でもひんやりしてる。
気に入ってくれた？僕が好きな場所、あなたにも好きになってもらえて嬉しい。昨日のあなたの問いの意味をいろいろ考えてみたんだ。好きなところ、あげていくね。美味しそうに食べるところ、楽しそうに手紙を届けているところ、流れ着いたものを大切に愛おしんでくれるところ、僕をかばってくれたところ、死んだ二人のために花冠を編んで祈って泣いてくれたところ、それから今ここですごく楽しそうなところ、違った、そういうことじゃなくて、好きなところはまだあるよ。柔らかくて甘い香りがして、暖かくて熱いところ、変な意味じゃないよ。僕はあなたを怪我したりしないから。ただ僕は、その、今まで冷たくなった亡骸にしか触れたことがなかったから。
もずっと僕なんかに触れはしなかったし。このように熱くて柔らかい肌は初めてだったんだ。あなたは間違いなく生きている人間で、とても眩しく美しい。ああ、ちゃんと生きてるんだなって。よくわからない、捨て子みたいなものだから。気にしないでいいよ。でもこう見えてもあなたよりはずっとずっと年上だからね。あなたは舞台がない夜は何をしてるの？呼びに行ったらあの家から出られる？さっきも言ったでしょ、夜の方が好きなんだ。雨が降っているともっといい。
それはまだ内緒。でもきっと気に入る。なら夜に雨が降るように祈っておいてくれる？僕も祈るから。あなたが祈れば効きそうだね。そろそろ戻らなきゃ。日暮れの頃に弔いが一つあって。本当はあなたとずっとここにいたいけど。オランピア、ダメだ、早まるな。あ、あれ、違った。そこに飛び込むつもりじゃなかった。そっか、よかった。この間は本当にごめんね。だって俺たちも。あの二人、どこかに運ばれていったけど、どうなったか知ってる？自ら命を絶った者は、弔い方が違うと聞いたことがあるんだけど、詳しくは知らなくて。一緒に。そうか、よかった。いや全然よくないんだけど。でも最後は一緒になれたのなら
不幸中の幸いっていうか、何言ってんだ俺。こういう話やめよう。ごめん。僕の薬だろ。新しいのは黒く染まるらしいね。いや、俺は別に。他の王はそう思わないよ、絶対。みんなさ、自分が一番尊い色だと思ってるからね。王は自分たちが一番ヒルコ様に近い。聖も自分たちこそが一番ヒルコ様の役に立ってる。自分の式が好きで好きで自慢したくて仕方ないんだろうな。俺、王ではあるけど、唐の生まれのせいか、その辺割とどうでもよくてさ。最近も黒く染まった王のやつが自殺したって噂を聞いたよ。彼らを責めるつもりはないんだ。ただ俺がいろいろ落ちこぼれだっただけ。いや、やっぱり責めたいかな。色相なんかなければ俺とサナミは。この間からちょっとおかしいんだ俺。今の忘れて。もう全部終わったことだしさ、君に愚痴ってもどうにもならないって分かってるんだよ。これでも あれね、生きる気力が湧くうまさだった。でも俺印入りだよ。じゃあ今度食べに行こっと。黄泉で生きる楽しみを見つけないとね。
そうだ、カナンは元気でいるかな。もし広場あたりで偶然あったら、返事まだってせっついてくれる？よろしく。じゃあまたね。しましたか。何を書いているものか。実はね、兄からの手紙には僕への頼み事が書かれていたんです。兄の恋人が処刑された話は聞いていますか？処刑された者の弔いの碑が医療院の前にあるんです。それに花を供えたいと。血を分けた兄の願いを叶えたいのは山々ですよ。でもそんな簡単には叶えられない。おい、カナン、いるか？ナグサ。オランピア殿。ああ、これはヒルコ様のおぼし召しでしょうか。まさかこのような場所でお目にかかれるとは。このような場所とは失礼だな、ナグサ。すまない。こんな偶然があるのなら、花束の一つでも持ってくればよかった。申し遅れました。
私は王力のナグサ。先日ドーマ殿に使いを送らせていただきました。ナグサ、彼女が怯えきっているぞ。大丈夫ですよ、オランピア。私は決してあなたに害なすものではありません。ただここで巡り合ったのも何かの縁です。これから食事でもいかがですか？では明日は。地下室を貸してやろうか、ナグサ。食事なんてまどろっこしい真似はつまらないだろう。僕は高みの見物をしてるよ。彼女は最近汚れた者と親しくしてるようだ。白き女神の婿殿が骸骨を抱いた子供では話にならない。逃がしませんよ。せっかくカナンがこう言ってくれているのです。もう少しゆっくり私と話しませんか？オランピア、あなたの後輩相手は美しい色でなければ。汚れたものに触れられたらあなたまで汚れてしまう。美しい白には美しい色を合わせなければ、ヒルコ様もお怒りになりますよ。醜い色になど近づいてはなりません。魂の半身、あれは同じ色の者同士が結ばれるべきというヒルコ様のお心に違いありません。ですがあなたは白、
同胞の男はいない。私に夫となる栄誉を与えていただけませんか。どうか分かってください。私はあなたを守りたいだけなのですよ。行きましょう、オランピア。カナ、あのさ、ちょっと話が。ちょっと瓦版のことでお話があるんですけど。
おい、受水するなよ。夕暮れの海で肩を落とす女なんて放っておけないだろ。何かあったのか。無理には聞かないけどさ、とにかく土左衛門はなしだぞ。打ち上がる頃には腐ってガスが溜まって、顔なんかわからないようなひどい有様だからな。よしよし、向こうの部屋に診察台という名のベッドがあります。あなたが望むのなら今すぐにでも後輩を。ああ、どうした。どうした？いきなり。楽しいか楽しくないかは時と場合によるんじゃないのか。気に入らないやつとだったら1秒でも早く終わってくれって感じだろうな。だが例の魂の半身とかってやつが相手だったら楽しくて楽しくて仕方ないんじゃないのか。いや、俺も魂の半身とはまだ出会ってないから想像でしかないけど。俺でさえってなんだ。忙しくてな。
後輩といえば、赤澤ちゃんと処刑の嘆願書準備してるぞ。口ではああ言っても、赤澤は嬉しかったと思うよ。もちろん俺も。この天狗島がいろいろ変わる時期なんじゃないかな。昔は色相という形で社会を治めることしか思いつかなかった。そしてみんなもそれが当然だと考えていた。この島のことしか知らなければ疑問も湧かないだろう。だが海の向こうから流れ着いたさまざまなものがこの島に少しずつ変化と進化をもたらした。そういう意味ではあんたも変化の一つなんだ。でもこの島に最も近い外から来た。この島を変えたいと思ってる奴はきっと他にもいる。だから自分一人でどうにかしようなんて思うな。どうだ、景気づけに俺とデートでもするか。よう。邪魔してごめんなさい。え、あ、おい、誤解するなよ。俺と彼女は清らかな関係だぞ。するなって。本当に今のはからかっただけなんだって。
拓也。そうだよね、あなたはお婿さんを探してるんだよね。やっぱりあなたには近づかない方がいいよね。僕はあなたのことが大好きだけど、お婿さんには。後輩相手にふさわしくないから。あのな、理由は知らないけど諦めるのはまだ早くないか。知識に不安があるなら俺でもよすがでも遠慮なく聞いてくれていいんだぞ。こうなすために何をするかはちゃんと知ってる。ではどんな不安が？でも、それでも僕は、あなたのことが大好きだよ。おい、いいこと言ったか。だよな、だよな。後輩相手にふさわしくないから。
たのことが大好きだけど、